今ね、その x の3乗を微分したら x の2乗ってのは分かります。係数無視ね、係数無視よ。 x 2乗微分したら x の1乗、 x の1乗微分したら定数になるから0乗、定数を微分したら0ですね。分かります？でマイナス1乗微分するとマイナス2乗です。マイナス2乗を微分するとマイナス3乗です。そこで疑問が起きるのは、微分してマイナス1乗になる関数が分かりません。何でしたか？習いましたか？もうすでに終わってますよ、授業。分かる？ x3 乗微分したら x1 乗、定数無視ね。2乗は1乗、1乗にしたやつは定数になりますね。例えば 2x 微分したら2でしょ。で次に定数を微分すると0ですね。じゃあマイナス1乗にするとマイナス2乗になります。マイナス2乗するとマイナス3乗になります。そしたら微分してマイナス1になるものをみんな知りません。で一応習ってるんですけども知らない気がありますので説明します。そしたらですね、これ微分した結果です。微分した結果がこうなる関数でしょ。 x 分の1ってことでしょ。x のマイナス1乗っていうのは x 分の1です。そしたら微分した結果がこうなるということは0に近いときは激しい傾きで、どん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 傾きは減っていって、でも負になることはない。こんな関数は何ですか？嘘、裏は知ってたね。これログ x になります。だから元の関数は確かにログですね。こうでしょ。ゼロに近いところはむちゃくちゃ激しく傾きで、どんどん傾きは負になることはないけれども下がっていきます。よろしいですか？だから逆に言うとこれの積分はこれになりますね。逆になるから。分かった？ x 分の1の積分。そしたらここでまた重要なことがあります。もし x 分の1の dx という問題があったとしましょう。そしてこれ0からすると無限大になるんで1から t までとしましょう。そうするとこれが1です。そうするとこれ、すいませんね、こうなっちゃった時にまあちょっとこれですね、面白いことやってみようかな。じゃあ x 分の1の dx がこれがログ x なんでしょ、積分した。そしたらさ、これ1にしましょうか。で1から、そうするとこれ1ですね。もし2にしましょう。これすごくない？1入れたらログ1は何ですか？0なんですよ。そしたらログ2はログ2でしょ。ってことはログ2ということだから、1から2までのこの面積はログ2になるんです。でしょ。じゃあもしこれってかなり重要なんじゃん。案外みんな3年生しない。これ3年生技だからね。こういうことの面積は何ですかって来たらなんですか。これは赤はログ3でしょ。そうなんですよ。これは破壊力あるんですよ。ってことはね、x 分の1の関数を1から t までしたらログ t が出るんですよ。これはですね、いろいろと使います。代償関係をすると使います。いいですね。わかりました？わかんない？ログ2になるの。わかるよ。わかるよ。これかなりずるいやり方ですよ。だからここが t ってなれば、1から t までだったら1から t にしてログ t なんですよ。これは技なんです。強力な破壊力。代償関係不等式。不等式の時に実はあるんです。グラフ変えてやるんです。そうです。この時使います。強力に難しい時使います。いいですね。だからこれでイメージができたと思いますけど、 x 分の1のグラフを積分するとこれはログ x になる。それともう一つ皆さん知ってると思うけど、これってさ、ずっといったら0に近づいていくんだよね。
0に近づいていく。そしたらこの面積収束しそうな気がしない？1から例えば無限大まで x 分の1を積分したらどんどんこれ小さくなるから0かなと思うけど、これは結局ログ、まあ、無限大って言ったんだけど、これログ x ここに書かないかけど、正確にはリミット x 無限大で書くんですね。ということはこれ無限大に発散するんです。いいですね。この辺はしっかりイメージしておいたらいいですね。メモ取った方がいいですね。はい、メモ取ってください。で、ベクトルの積分を考えたときにこれをシーターと呼びます。したここの座標は、はい、理数学なんですか？シーターで表したら？そうです。コサインシーター、サインシーターになります。よろしいですね。でベクトルだから本当は縦に書かないといけませんが、まあ、ちょっと横に書きましたが、じゃあ縦に書きましょう。そしたらですね、君はここに立ってます。地球です。まあ、もしくは径を受けてます。紐があってですね、くる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 回されてるんです。君は径を受けてます。で、角度は一応第一象限、第二象限だから、こっちに地球を回っていきます。その時に、ここにいる君は、どっちに飛ばされますか？どっちに行きますか？こうぐる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 回るわけだから、君はこの紐でこう引っ張られてるこういう君の気持ちからなると、この人はどっちに行きたいですか？方向性としてすいません、難しい不適切かもしれませんが、こう飛ばされる雰囲気になりません？人間的に接線でこうなりません？飛んでいきません？ということは、今ここにいる人はこっちに飛ばされているようになろうとしますね。で、ここで物理を学ぶ人たちのために言いますけど、2回微分したら加速度ですね。したら2回微分するってことは、もうすでに分かったときで、微分は足して90度です。2回微分は足して180度です。ということは、どっちに力を与えます？こっちですよね。合ってるでしょ？更新力でしょ？合ってるんですよね。だけど、まあその辺は、ちょっともう今日3年生が反省してるんで言ってるだけですから言いますけど、ともかくこの人はこう飛んでいこうとしますね。ってことはこの位置にいる人の位置を微分したら、時間で微分したら何でした？速度でしょ。速度を微分したら加速度でしょ。ってことはこの微分はこれになるはずですでしょ。平行に持っていっていいんだから。そしたらこの座標は何かというと、コサイン90たすシータ、サイン90たすシータとなります。そしたらこれが微分のはずです。確認してみましょう。コサイン90たすシータは何ですか？はい、助けぶれを出してください。そうです。だからコサインシータの微分はマイナスサインシータで習ってませんか、学校では。サインシータの、じゃあサイン90たすシータは何ですか？はい、はい、コサインシータですね。学年が変わりそうですね。はい、ということはコサインの微分はマイナスサイン、サインの微分はコサインシータです。なってますね。ということはどういうことですか？積分はこれをマイナス90すればいいでしょ。マイナス90たす積分ですよ。ということはもう積分できましたね。コサインの積分はコサインマイ、コサインシータ90マイナスシータ、シータマイナス90、どっちでもいいですよ。構いませんけどね。これを90度、だからこっちですよ。積分出したけど、これをすればいいんですよ。そしたら、積分はどうなる？コサイン、90引くシータ。ああ、90、ごめんなさい。シータマイナス90ですか？すいません。どっちでもいいんですけどね。はい。で、こっちはサイン、シータマイナス90。実際やってみましょうか。で、どうなります？90度バックすればいいでしょ。したら、コサインにシータから90バックしたら何になります？サインシータですね。ほら、教科書確認してください。積分になってるか確認してください。サインシータ引く90はマイナス、はい、コサインシータですね。はい、確認してください。なってますか？押しては、なってます。よろしいですか。で、今我々は今三関数で超特急で言ってますが、今ログの積分、ごめんなさい、
x 分の1の積分ができましたね。これで今どんどんどん減らしてますよ。これも今学びました。これも学びました。これも学びました。これで dθ としましょうか。いいですね。どん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 これクリアしてきましたね。よろしいですか。書きますか、これ。はい、書いてください。これしたら2の x の微分はこれは e の四角の微分にしないといけなかったんですね。で2の x を e の四角と置くとこれはログを取るんでしたね。こうしたら x ログ2とこれは四角でこれは e だから e で1だからこうなりますね。だからここに入るのは x ログ2と。でこれ e はそのままにしないといけないというルールがあって、この中の微分がログ2だったということですね。で答えは結局2の x のログ2というふうになります。ということは e の、あ、すいません、今この長いお話をやるとこれを微分すると2の x ログ2になるわけだから積分するとという議論になりますね。で積分するということは微分して2の x になるのを探さないかやろ。微分してそしたら全部ログ2で割るとこうなりません。ってことはこれは微分マークよ、こっち微分マークよ。ってことは積分はこれですね。で確かに2の x を微分したらこれになるから約分されてなりますね。ですね。ということはこれの答えはこれになりますね。全く同じことが言えますね。だから3の x を微分すると、だから3の x を積分するとこれになるはずですね。なぜかというとこれを微分するとこれになるから、だからもうこういう形ができました。よろしいでしょうか。もうついていけないかもしれない人もいますけど、まだやりますので心配しないでください。困ったことがあるんですけど、式が2つあったやつの微分ってやったことありません？式が2つ、これ U と V って式なんですよ。例えば 2x プラス5の7乗かける 3x プラス2の6乗とかいうのが、まあ、これが U みたいな、これは V みたいなやつなんですね。これって微分したら UV たす UV でダッシュダッシュっていうふうにやってますね。これ知ってますか？知ってますか？知ってる？式が2つ欠けてるやつの微分はこっち微分そのままこれそのままこれ微分って知ってました？あ、そうなってるんです。実はですね、これ証明したら大変なんですけど、だから例えばですよ、e の x の sin x を微分しなさい。でこの関数はよく使います。どういう関数か、 sin x のグラフというのはこうなってます。でこの sin x っていうのは y イコール sin x っていうのはここは1です。だから1と x イコール、あ、ごめんなさい、 y イコール1と y イコールマイナス1の間を行ったり来たりします。いいですね。じゃあこれはどうなっているかというと e の x ですから、 e の x というのはこういうグラフです。でこれがマイナスの e の x になっています。マイナス e の x になっているんですね。そしたらそこでサインが行ったり来たりするところです。いいですか。でちょっと僕これはしくじったんですが、本当はマイナス x のグラフなんかあったんですね。これどういうことかというとですね、これはもちろんマイナス x のグラフするとこうどんどん小さくなっていって、こっちはどんどんこう小さくなっていきますね。そうでしょ、 e のマイナス x とマイナス e のマイナス x ですね。そしたらこの間をこう行ったり来たりします。そしたらこれは何が意味するかというと音が小さくなっていくという話。どんどんこう減衰振動っていって、こうやってどんどん、例えば頭をビシッと叩いて最初は痛いけどどん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 小さくなっていくみたいなやつですね。よく使うやつなんです、これは。じゃあこれの微分をしなさいっていうのを今日やっていきます。でこの時どうするかというと e のマイナス x はそのままにして sin の微分は cos x で、今度は
e のマイナス x を微分して、これはそのままでこのマイナスを微分しますね。で sin x はそのままと。そして最終的に e のマイナス x イコール、あ、すみません、そうでした、cosx マイナス sinx だから、これをうまく合成したりとかいろいろ出てきますけどね、合成が出てきます。だけどともかく、こういうふうに掛け算の微分はこれ微分そのまま、これそのままこれ微分というふうにやっていきます。よろしいですか。これ説明いいですね。でこれちょっと消しますよ。いいですか。なんで、はい、どうぞ。e のマイナス e の x、それを下の e を出したんですよ。あ、下のこれを変えたのはですね、これですね。例えば y イコール 3x は y イコール1と y イコールマイナス1の間が行ったり来たりしますね。だから e のマイナス x も 3x になったら、 3x はマイナス1から1の間スイッチングしていきます、ずっとこう。その時の上限のリミット、これはマイナス1から1の数字だから、頑張ったらこの e のマイナス x に到達するわけです。もしくは、マイナスの e のマイナス x に到達します。だからその上限の値のところをこう点線を全員線じゃなくて引いてあるんです。だから例えば、勉強になるのはね、例えばね、 y イコール xsinx のグラフを書きなさいって言ったら、これも目で見るクイズで、すぐ y イコール x と y イコールマイナス x を書いて、あとこれをすればよろしいです。こうすればいいです。よろしいですね。だからそれが単にここは1になっただけの話なんです、普通の状態ですね。ただよく使うのはこれです。 e のマイナス x sinx ですね。いいでしょうか。じゃあちょっとこれをメモってください。実は厄介なのはですね、これを積分します。積分ってことは、これを積分するってことはこういうことですよね。そしたらね、積分マークと微分マークがあったら消えるって知ってますよね。なんかあったでしょ、 dxd のインテグラルとかなったらこれ消えるんだよな。この fx の dx になったらこの中だけになるんだけど、そしたらこれ実はある重大なことが起きまして、これ積分マークはこう一緒にかけ、こうばらくすことができます。そしたらね、よく見て、これってさ、こうならない？すいません。U ダッシュ V、 UV だからマイナス UV ダッシュになります。意味不明のことが出たでしょ。これが噂の部分積分です。要するにね、式をかけたやつの積分はこれがダメなんです。 NG 書きますよ。例えばあるものの式とあるものの式をかけた積分をこうしたいってみんな思いたがるんです。でしょ、普通ならほら、これをこう分割したくなるよね。わかる、ほら UV ってなったらほら U とこうしたい。そしたら実際にこれができるかできないかしてみましょう。例えばこれの x 次乗の dx を xdxxdx にしたらうまくいきますか。これの結論は3分の x の3乗プラス c ですよね。しかしこれをすると2分の x 次乗プラス c と2分の x 次乗プラス c だから無理なんです。次数はずれるんですよ。ということは積の積分はできないんです。要するに今までの中学校の感覚が通用しないレベルに達しています。これ分かりました、明快でしょ。これこれを x を x と x で分けて、まあ、要するにこれこうなんですよね。この間を書けば xxdx だからこうなってもいいよね。でこうなるけど結論は違う。だからこれは NG ですよ。その時に2つのものをかけた積分はこの黒のようにしないとダメだっていう公式を覚えさせています。これが部分積分です。いいですか。もう意味不明でしょ。できそう。そこまで今日授業でやりました。そこまで授業やったわけね。君大丈夫。
そう、T に置いて置き換えで、それが置換積分ですけど、君の言ってるのと違います。はい、聞いてません、聞いてません、はい、だけどともかくこれ分かりましたね。だけど次これ習います、明日習います。いいですね。そこでこれを応用することしますけど、一応これまで書いてください。これ書いてください。なんでこんなことしたかというとね、目標はこれなんです。これをしたいです。ログ X の積分をしたいんです。これが今のところないんですよ、ここの枠の中に。そしたらログの積分まで行くんです。そしたらなんでこんなことを知らしたかというとですね、ちょっとこれも消しましょうか、汚くなりましたから。実はですね、これの積分ないんです。さっきの表だと、微分表だと3乗2乗2乗は1乗1乗になったものは0乗定数、定数は0、マイナス1乗はマイナス2乗、マイナス2乗はマイナス3乗になりました。微分してですよ。そして、まあ、マイナス1乗になるやつは何かというと、これログになりました。そしたら微分してこれになることが分かったから、積分すればログ X です。じゃあ微分してログ X になるものは何だろうかということを考えないといけないですね。でその時にこれはもう騙されてください。 1× ログ X とします。でさっきの法則でありましたね、UV のダッシュは U'V の UV ダッシュだから、積分したら UV は U'V プラス UV ダッシュだから、 U'V イコール、UV 引く UV ダッシュってなんからこれを使うから、今これ1ですから、微分して1になるものは何か X ですよね。だから X ログ X なんです。そして次にここのところ、この U と U は一緒だから X はそのままだよ。 X はそのまま。そして 6X の微分は X 分の1でしたね。だから X 分の1の DX です。そうするとこれどうなるかというと、 X ログ X 引く、これは1の積分だから X です。ということは 6X の積分はこれになりました。でこれを今から図形的に立証します。だからまずここまで書いてください。いいですか。だからもう全然似ても似つかぬものになりました。これの積分はこれです。で今からこれを図で証明しますから、ちょっと書いてください。でもこの後図形でやります。直しますけど、じゃあこれでですね、いきますよ。この意味は何かを考えます。ログのグラフを書きます。そしてちょっとここから青や緑がいっぱい出てくるんですが、じゃあもしですよ、インテグラルログ X で1からしましょう。1から T まで積分したとします。そうすると答えはどうなるかというと、もう答えで書きましょう。これ X ログ X-X の1から T になりますね。でしょ、これ結論がこうなりますよね。そしたらこれ T までの面積を求めなさいですね。そしたらこれはどうなるかというと、すみません、ここはもう消しましょう。これ T 入れたら T ログ T 引く T です。そして1を入れたら6、1は0でしょ、だからマイナス1だからプラス1になります。でここで問題になってきます。これがどうなるかというとね、考えてごらん。 T かけログ T って何かというと、この赤い面積です。そうでしょ、これ T だったらここはログ T じゃないですか。そしたらあとこれを抜けばいいんじゃないと。ところがこれは実はこの関数はE の関数でしょ、これ逆関数、これがくにゃってなってこうなったでしょ。ってことはここの値が、要するに逆に見ればここがログ t なんでしょ。
わかります。ちょっとこれがこっち見たらログ t でしょ。ってことは0からログ t までの積分を引けばいいでしょ。この赤い部分の面積はここの面積なんです。そうするとさ、今までやってたのは0からログ t までの e の x の dx ですよね。ところが e の x はそのままだから e の x の0からログ t なんです。でそうするとこの辺も消しまして e のログ t です。 e のログ t で e の0乗は1です。で e のログ t はこれはよくある手なんですが、ちょっと一応これがわからない人がいますんで結構言いますよ。もうこの辺の役割は終えましたね。この辺の役割は終えました。じゃあこれを解説しますよ。 e のログ t を四角とするならログを取ります。そしたらこれ前に出るからログ t イコールログ四角になります。でこれは e だから1ですから、ログ e だからこれ e です。これ e です。そうするとここの値は t ですね。ということはこれは t だから答えは t-1 になります。ということはこの面積は t-1 です。そしたら、ワクワクすると思いますが t かけログ t がこの大きな四角です。それから t-1 を引いてますね。なってますでしょ。これは3年生聞いとったら良かったじゃないですか。両方の聞いて、もう一度確認しますよ。この積分した結果こうなります。これを図形的に考えましょう。この1から t まで積分をしました。ってことは1から t のログ x の dx だからこうなりますね、公式的に。そしたらこれ t を入れたやつから tt 入れたやつから1を入れたやつを引くけど、1を入れたらログ1は0だから1で引く1で足す1になります。これ答えです。でこれは何かというと t かけログ t っていうのは t かけログ t やこの大きな四角の面積です。そしてこの赤い部分を抜けばいいんだけど、この赤い部分というのはこれは e の関数でしょ。ログの逆だからこうでしょ。したら1から0からログ t までのこの赤い面積を引きます。そうすると0からログ t の ex というよくあるパターンの副題ぐらいのパターンになって、 e の x は e の x のままで0からログ t です。そして e のログ t 引く e の0乗だから1です。ところが e のログ t というのは t になることは高校3年生分かります。そしたら確かにこの、これからこれを引いた式になります。だからなってます。ということは図形的になってます。よろしいですね。サインの積分の意味を考えようと思います。で、サインのグラフってのはこうですよね。で、みんな興味があるのはこの面積はいくらなんだろうと思いません？知ってる人います？3年生は必須ですよね。ちょっと3年生聞いて、これこの面積いくらだ。意外なんですよ、この答え。これじゃあ0から π までしましょう。そしたらこれ積分したらサインはマイナス90だから、マイナスコサイン x の0から π までになりますね。そしたら π を入れたらコサインに π 入れたらマイナス1よね。したらマイナスマイナス1引く0入れたら1ですよね。0入れたら1だからコサイン0は1でしょ。でマイナス1だから答えは2なんですよ。ってことはこの面積2なんですよ。知ってました？いや、この辺ね、みんなやってないけんね、膨大とか膨位とか躊躇する。ってことはよ、すごくない？これって
1位あれなんか使えそうだね代償関係で使えないよこれで、もっとね、深く考える。これ楽しんでやらなかった。学校はただ公式で終わりだから。